あれがフリーザの正体か。小さくなってさっぱりしちまって迫力が。外見だけで実力を判断するなといういい日本だ。ずっと可愛かったぞ。せっかく苦労させたドラゴンボールで願いを叶えてもらったのに。すまなかった。とてもじゃないが、お前たちを助けられそうに。やってくれっていう地獄以上の恐怖を見せてあげる。真の力を見せたフリーザはただでさえ別格だと言う。怖くなってね、こっそり力を貸しとるな。もう少しで悟空が来るはずじゃからの、頑張って持ちこたえるんじゃぞ。貴様らにいいものを見せてやる。まさかお前こいつ自信があるというのか。まあなあ、大した自信だね、ベイティー。それとも恐怖のあまり頭がおかしくなったのか。今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってる。ここにいるのが貴様の最も恐れているスーパーサイヤ人だ。相変わらず冗談。すまらん。戦う気がまるでなくなっちゃったようだね。ちょっと早くで子供に刺しちゃうか。そこまでは進まなかった。あとはオラが何とかする。かかろっと。あいつはフリーザの星、サイヤ人の星、惑星レイヤーを破壊しやがった。頼むフリーザを、フリーザを。おめえ、ちょっと頼まれてくれっか。今からしばらくフリーザを引きつけてほしいんだ。やるしかねえんだ。オラに少し分けてもらうぞ。その残りをオラ。元気玉じゃな。これならフリーザを倒すことができる。体力はつきかけてもうダメかと思っとったが、悟空め考えおったわい。その海洋君も自分では使えないっていろいろ思いが考えるわね。そんなめくせと近くに。うおしては解散ぞ。やめろフリーザー。悟空許さんぞ。欲が。怒ったぞ、フリーザー。うわっ、はぁ、正しい歴史の流れになってきたわ。
ご協力に辛いかもしれない。これを連れてさっさと地球へ帰れ。俺の理性がちょっとでも残っているぞ。とっとと消えるんだ。はい、ありがとうお父さん。僕は待ってる。元気なお父さんの姿待ってるよ。もう謝っても許さないぞ。何者だ。とっくにご存知なんだろう。俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかに心を待ちな。激しく